史上最低の2000本安打はガーレだ。コメントにお願いします。誰が何言おうと栗山、おしまの予定、福浦定期、福浦和也、福浦は一体いつになったら2000打つのかと半ば呆れながら見てたわ。お前らファースト守備軽視するけど GG3 界の名手やからな。福浦6年連続3割乗せてて、 GG も3回取ってる。福浦が史上最低扱いなんだからレベル高すぎるわ。パイオニアの田中幸雄、他者としてなら荒木一択で議論の余地ないが、宮本は介護官の荒木がいて助かってるな。野手としては駒田、打者としては荒木、家庭としては福浦、人間としては清原、通算打率には4部でも候補にならない谷繁さん。このまま中島が代打で数年後に1000本安打達成したら評価はどうなる。日米通算やから評価されるやろ。通算記録なんてメジャーリーガーが誕生した時点で無意味だよ。メジャーのホームラン1本は日本のホームランの5倍の価値があるんだから。一番見苦しかったのは福浦。福浦は戦力にならなくなってから9年続けたからな。やばいで、東出が素直に1000本達成しなかったからこんなスレが立つや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。